1582年、天正10年、2月1日、武田軍信濃国木曽谷の領主である木曽義政が離反したと、織田信忠へ知らせが入った。武田勝頼に人質として預けていた。新婦城にいる木曽義政の70歳の母親と13歳の息子、千太郎、17歳の長女が処刑された。2月2日、武田勝頼、信勝、信豊が1万5千の兵で、甲斐国の新婦城から出陣した上原城に着陣する。2月3日織田信長が駿河野から徳川家康、関東から北条氏政、飛騨から金森長近が進攻するよう命じ、伊那から織田信長と信忠が二手に分かれて進軍することを伝えている。2月9日織田信長が甲州出陣の陣線を発表した。その陣容は、明智光秀、筒井順慶、中川清秀、細川忠興、一色義貞、池田輝政、元助の7名に出陣命令を出した。織田信長は遠征のため自分の兵を少なくしていた。出陣している兵に兵糧が続くよう補給することが伝えてられており、武田軍を討伐するために配慮されていることがうかがえる。2月12日織田信忠が岐阜城から出陣した。14日に上村城へ到着している。2月14日、信濃伊軍の松尾城主である小笠原信峰が織田信長側についた。織田信忠の先陣として森長吉、段忠政が木曽峠を越え進攻していた。織田信忠が大島城へ進軍している。2月17日、織田信忠が大島城に到着。要の城となる大島城の城主は日向虎明で、武田信門、小原継忠、安中景重を武田勝頼は家政として入城させ、織田軍に攻められるため備えていた。しかしその夜に撤退、または降伏することとなったのだ。大島城の様子は、高覧記によると、もともと城は堅固な上、兵、兵糧、鉄砲、弾薬に不足なく、さらに武田信門をはじめとした歴戦の猛者を援軍に送ったので、いかなる強敵といえどもすぐには落とすことはできないと記されていたことから、武田勝頼は大島城が陥落するとは思っていなかったのだろう。しかし実際には城兵は大島城の南にある飯田城が落ちたのを聞き、明日は我が身と色めき立ち、夜になると外ぐるわに火を放ち、ことごとく敵へ寝返った。肝心の武田信門も城が落ちるとあたふたし、もはや戦いどころではなかったのだ。武田信門をはじめとした武将や兵は早々に退散してしまい、城主の日向虎明のみが老後の思い出にこの城を枕として腹を切り、空恩を頬ずべしと武田軍の意地を見せていた。高覧記の最後の方に武田一族とその家臣の後日談が記されていた。日向虎明は城で自決せずに領地へ戻り、息子と共に自害したと記されている。木曽義政ら別動隊が鳥居峠で武田軍に勝利した。その後深志城へ向かう。川尻秀隆と毛利長秀を城に残し、本隊の織田信忠が上村城を出発する。森長吉、段忠政、小笠原信峰らに先陣を命じて、自らも現在の下伊那郡松川村である平屋に布陣した。対する武田軍は馬場正房、多田治部衛門が深志城で籠城していた。下伊那郡松川村に布陣した織田信忠のもとに、近隣の農民たちが助けてほしいと申し出ていたのだ。農民たちによると、武田勝頼はこの数年、新しい税を巻き上げられたり肉体労働をさせられ、他にも新たに関所を設けるなど農民を苦しめ、苦労が絶えなかったという。しかも重犯罪を犯しても賄賂を出せば赦免していた。軽い罪でも貼り付けや斬首にして見せしめとしていたようだ。みんなが武田勝頼を憎み、織田信長の統治になればよいと願っており、この時幸いと申し出たとあるのだ。武田勝頼は父親である信玄の思いを作り上げようと急ぎすぎたばかりに、農民の心も離れていったのだ。2月20日徳川軍は武田信玄の没後、反転攻勢に出ている。駿河の西部にある田中城方面から攻撃していたのだ。2月21日新婦城まで進軍をしている。2月25日江尻城の城主である穴山信忠は武田勝頼に従っていたが離反を起こす。
織田信長が駿河野にある江尻城の穴山信忠に密かに内通するよう伝えていたのだ。穴山信忠は条件として甲府にいる人質を逃亡させることと甲斐の一国を与えることを条件としたのだ。つつじヶ崎館の下で人質となっていた妻と子を雨夜に紛れ連れ出しに成功させた。それにより遠江方面からも徳川軍の侵入が可能となったのだ。甲州征伐後は織田信長と面会し徳川家康の支配下となっている。2月27日上原城に本陣を置いていた武田勝頼、信勝親子は穴山信忠の裏切りを聞き諏訪の上原城から新府城へ撤退していた。3月2日織田信忠、森長吉、段忠政、川尻秀隆、毛利長秀が侵攻する。3万人もの織田信忠軍は武田勝頼の母親違いの弟となる高遠城主の仁科信盛を攻撃した。仁科信盛を討ち取り当日に陥落させた。翌日には深志城も陥落させてることができたのだ。この時新府城はまだ未完成だった。籠城兵は100人も入れない状況だったため武田勝頼は軍議を開いていた。この時真田昌幸が上野岩櫃城へ移動することを提案していたのだ。しかし武田勝頼の信頼が厚かった家老の長坂虎房が小山田信繁の提案としていた居城である岩殿城へ入ることを決定した。3月3日武田勝頼が新府城に火をかけたのだ。人質として閉じ込めていた近隣の関係者もろとも焼いている。武田勝頼の親族など500から600名は岩殿城へ向かったのだ。武田勝頼軍はつつじヶ崎城に立ち寄るのだが、この途中に小山田信繁が迎えに来ることになっていたが来なかった。人質としていた小山田信繁の母の行方がわからなくなり、小山田信繁が離反したことを知ることになり、武田勝頼の求心力が低下して武田勝頼を離れていく者も多くいたという。つつじヶ崎城を出発した時には武田勝頼の家来は数百人まで少なくなっている。武田勝頼と上杉景勝は光悦同盟をしていたので上杉景勝が兵を出陣させた。しかし上杉景勝の家臣が反乱を起こしていたということもあり十分な兵を送ることができなかったのだ。3月5日織田信長、明智光秀、筒井順慶、長谷川秀和たちが安土城から出陣した。3月6日織田信長が岐阜城へ入るときに仁科信盛の首が届けられたのだ。3月7日織田信忠軍が甲斐の方面へ進行、甲府に入ることに成功している。3月9日小山田信繁のいとこ小山田八左衛門と武田信玄の甥である武田信孝が武田勝頼の人質として囚われていた老婆を力ずくで奪い去った。武田勝頼を裏切ったのである。途中で武田勝頼から離れて先に岩殿城に入り城門を閉ざして武田勝頼軍を城の中に入れず鉄砲を放ったのだ。これによって武田勝頼軍の兵たちはバラバラに逃げ去り、武田勝頼の周りには家臣と親族ら43名しか残らなかった。3月10日朝武田勝頼軍は天目山麓にある集落があり7軒から8軒と人気のない田野村へ向かった。3月11日武田勝頼はお供している女性たちには退去するよう伝えている。武田信玄の四女となる松姫は天目山の奥へ退去させていた。しかし9時から11時頃天目山の農民が武田勝頼に対して一揆を起こしたのだ。武田勝頼らを攻撃することとなったのだ。農民らは織田信忠軍を案内し滝川一益が田野村で武田勝頼一行を発見した。お供している女性たちが解釈されたところに織田信忠軍の兵が襲いかかっている。武田勝頼は土屋正恒、金丸貞光と共に織田信忠軍の兵と斬り合い最後は自害した。武田信勝は大龍寺の僧である林岳と差し違えたのである。武田勝頼と信勝親子の首は京都へ送られ長谷川宗仁によって一条王子で晒し首となっていた。語りたいことはまだつきませんが今宵はここまでにいたしとうござりまする。甲州征伐の動画を見て面白いと思ってくれた方はチャンネル登録や高評価で応援よろしくお願いします。